全国の任天堂ファンの諸君、元気にしておるかな。わしの名前はアーケードじゃ。ということで、前見てください。ヨッシーピーチ、ヨッシーヨッシーヘイホー、ヨッシーヨッシー悪いじデイジー。ということで、なんか中量級が多いね。2位の人が悪いじということなんじゃが、今回はまあ、中量級が情報修正された中で、わしのな、推しキャラ、メタルマリオを改めて使ってやっていこうというふうに思うぞ。メタルマリオは、一応重量級のね、クラスに分類されるんで、まあ、こいつらはね、どうせ悪い字使ってたはずなんじゃよ、ちょっと前まで。なのに、ね、中量級のヨッシーが、もう最強キャラになった瞬間、邪魔してくんなよ、中量級がよ。お前重量級のくせにさ、押してくんなバカだれが。こっち重量級だぞ、くたばれよゴミが。なブス、死ね。性格の悪いブスがよ、くたばれよボケ。ああ、はい、前投げるよ。はい、死んでね。はい、重量級は全員殺しまーす。で、ここを FB 投げられる可能性があって。な、中量級のさ、ひょろがりの分際でさ、邪魔してくるのなんなんお前ら。ひょろがりだろ、中量級なんだからよ。なあ、わしのこの圧倒的なガタイに押しつぶされろ、しょうもねえカスどもがな。あ、こっからもう大逆転していきます。前は悪いじ君なんで、今となってはね、うん、最高。はい、最高ですと。はい、土下カスども、今となっては悪いじ君はもはや味方じゃな。うん、一緒にな、中量級を潰そうと心に誓ったソウルメイトです。なんで、しっかりとね、中量級を潰してね、重量級の強さ見せていくぞ。さあ、ここはしっかりとダブル割っていく。いいね、素晴らしいよ。で、アイテムが、違う、コインが10枚になったんで、青コーラしっか、危な、あの青コーラの軌道。やばすぎでしょ。あー、ヘイホー君やれてるね。オッケー、大丈夫じゃな。さあ、ここはインガリにインガリをぶっつり重ねていきまして、はい、緑3連、よし、潰して、潰せてない、はラグ、しょうもねえラグ。これは割れないんで、しゃない。あ、でも3いいね。さあ、こいつもキノコ持ってっから、ここで行ってし、あ、アイテム取れない。いや、でもいい、ここはアイテム取れなくてもいい。いける？これもしかして。うわ、くそ、ラグじゃねえかよ結局。もう、でもまあ2位だからよし。あれ、あ、なんか中量級使ってるのに1人しか勝てないんだね。わし重量級使ってるのに。うん、なんか中量級弱いんじゃない君たち。あ、しょうもないザコどもじゃな。さあ、マリオカートスタジアムでレースじゃぞ。部屋変えてきました。相変わらず中量級まみれなんじゃな。3、2、1、中。最近わしマリオカートやっててよく思うことがあって、なんかさ、マリオカートの DLC のコース、いや、まあ物によるんじゃよな。キノコキャニオンだかなんだかはわしも好きなんじゃが、なんか基本的に思んないコース多くない？なんか平べったいコース、テレサレイクとかマジ一番思んないと思ってるんじゃが、走り慣れてないせいかな。走り慣れたらおもろいと思うようになるのか、そこら辺ちょっと諸説なんじゃが、わしの中で。うん、なんかこう元からあるマリオカート8デラックスのコースが来るとちょっと安心感あるんじゃよな。こういう、あん、じゃ、もうテレサが邪魔した、わしのニスクの邪魔しやがって。ああいうタイミングで来るテレサ、ほんと一番ムカつくからな、ボケが。くたばれ。あ、もう死んでんだね、テレサだから。もう死んでるのに、死してなお、人の邪魔をするクズ。はい、こすり当てていく。これ、後ろ投げしちゃっていいや。さあ、アイテムダブルで割っていき。赤前投げちゃ、あ後ろから突き上げてくな。赤投げちゃおう。あ、わし抜いた？じゃあ殺すよ。いいのかな、赤投げちゃおう。いいのかな、いいや、いい、赤で、ジュー、キラー持ってるなら使わなきゃ、ソンソン。
はい、ぶちくりと前に踊り出ていいね。悪くない。これで最後ショートカット、まあ1個でいいかな。あー、1個も割れてない。なんでも、マジで意味わからん。本当にしょうもないゲーム。DLC コースはクソなんて話してたらデイジーサーキットが来てしまいましたな。まあでも選ばれたからには全力で走り抜けていくぞ。3、2、1、チュー。よし、スタート。とりあえず切っていく。危ねえ、アイテムなんとか割れていくんじゃな。マジで中量級多いな。やっぱ中量級なのか。なんか重量級ね、わしは逆張りチー牛じゃから、こうやってねメタルマリオとか使ってるけど、やっぱ世の中の流れは中量級なのかもしれん。はい、どけ。いや、重量級じゃない。やっぱり今の殴り合いとかまさに、中量級ではなし得ないぶん殴り戦法じゃ。なめんなよカスども。分からせてやる。わしが逆張りチー牛と言われようが関係ねえ。あっぶねえ。ね、邪魔だな。下手だね君運転。なんか人の邪魔してくる運転ばっかしてくんね。ほんと邪魔なんだけど。くたばれボケ。しょうもねえカスがよ。いや、ここ前行くわ。はい、危ない。緑コーラ避けていくよ、しっかりとね。で、ここをこういう回転をすることによってしっかりと生かしていく。青コーラ来てるね。いいね。前に行ったね、青ゴーラ。1位だいぶ踊り出てるから。うん、え、わしじゃないの。奇跡じゃねこれ。 FB 投げよ。で、ボム兵どっかで置いてきそうだから、これ狙っちゃっていいっすか自分。ほい、あ、届かない。むしろ自分がピンチになるだけ。ここダート分かりづれ。ダートじゃないだろ。石畳どう考えても走れるだろ。ふざけとんのか。あと、なんかメタルマリオ足遅くね。なんかメタルマリオ足遅くね。気のせいこれ。なんかすごい遅いか。まあわしも当てだから文句言えねえんだわこれな。なんでこんな足遅く感じんのメタルマリオ。素早さ種族値100族くらいしかないでしょこれ。青ゴラ避けて、ナイス。いけ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 。とりあえず抜けば2位なんですわ。あ、なんか DLC コースも楽しいね。中量級使ってるバカども潰せっから楽しいわ。 DLC コース最高。ミュートシティ来たー。わしの大好きなコースじゃぞ。で、ちょっとスピードが遅かったんでパタテンやめてスタンダードバイクにしてきました。わしのね、全盛期の頃のカスタムじゃな。これが揃ってなおかつミュートシティ。いやー、これ1位もらったんだろ。なめんなよ。このコースわしも走り込んでっかんね。やっぱ走り込んでないから DLC コースおもんないのかもしれないな。で、一つ報告がありまして、皆さんに。はい、エアコンが壊れてクソムカつきますみたいな話したと思うんじゃが、エアコン復活したんで今最高に快適なね状況でマリオカートを楽しめているんじゃな。さあ、とりあえず3位で、前が赤コーラ持ちということで、投げろ早く。それ前潰せんだろ。ああ、普通に抜いていく。前守りの赤ということで、まあ、ケツ当てられそうなの気をつけながらちょっと外に膨らんでアイテムを獲得して緑か。まあ、守りのアイテム十分です。で、さらにここ後ろ気をつけて OK。 さらにね、いいのがわし2スクできっから、2スク決めよう。ここ集中。はい、決めていけ。え、ちょっと待って、わし2スクあんな完璧に決めたんだから邪魔すんな。ぶっ殺すぞてめえ。中量級だろ。ぶち殺すぞマジで。出てくんなよブス。キャサリンとかいうブスがな。うお、最強。1位よ、独走状態で。一応青ゴーラ来ても回避はできそう。これ行くぞマジで。みんな行っちゃっていい。わしマジ行くわ。マジ1位行くわ。これこのままアイテム保持した状態で2スク決めて行ったでしょ。これは
絶対行った、絶対行った。おいふざけんなよ赤子、俺マジでうらー、なめんなバカ野郎がよな。メタルマリオとミュートシティが揃えばねえ1位取れるんでさ、見て24,000、36,000、27,000、こいつら全員倒してますわし。なんかみんな心折れていなくなっちゃった。重量級が最強ってことじゃな。認めたね、中量級使ってるヨッシー使いどもは。わしに勝てないから逃げたわ、あいつら。はあ、ざまあ見さらせということで、いかがだったでしょうか。まあ今回はブチ切れて大パンしちまった試合もあるんじゃが、最後の最後で神プレイを決めて、メタルマリオそしてわしの実力力を示せたんじゃないかなというふうに思うぞ。これからもね、マリオカート実況頑張っていこうと思いますので、ぜひとも高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなも1位をゲットじゃぞ。ピッピカチュー。